オルホン川北東から見た、ハラホーリン前景カラコルムは、モンゴル高原中央部のモンゴル国首都、ウランバートルから西へ 230km、ウブルハンガイ県北西部のオルホン河畔に位置する都市。また、かつてのモンゴル帝国の首都であり、古都としても知られている。カラコルムとは、チュルク語、モンゴル語で、黒い砂礫を意味する。ペルシア語資料では、コラキューハーアームと現れ、 看護資料では、コーラツワリン、略して、ワリンと表記される。また現代モンゴル語では、ハラホリンと表記される。黒い砂礫の名前の通り、カラコルムの遺跡周辺は現在でもアンンガンや、玄武岩などの黒い瓦石が一面に転がっており、雨水などで濡れると地面が黒っぽく見えるという。1260年に書かれたペルシア語資料、世界征服者史によれば、 カラコルムの名前の由来は、都市の近くにある、カラコルム山という黒色の石材が取れる、山の名前に由来していると伝えられている。エルデネゾージ寺ー院カラコルム都の城跡、エルデネゾージ寺院周壁外のモンゴル時代の、カメシチンギスハーンが、大西進の平坦基地をこの地に造営し、第二代大ハーンであるオモデーが1235年に、宮殿、城壁を築いて、 モンゴル帝国の首都に定めた。オコデの時代にジャムチが整備され、モンゴル帝国各地との結びつきが強められた。第五代大ハーンであるクビライが首都オダイトに定めた後もモンゴル本土の拠点都市としておもんじられる。民を建国した春現象による北伐を受け、モンゴル族が北方に追われた後は北元の首都となった。 16世紀末、チベット仏教の寺院にエルデネ像建設の資材調達のためカラコルムは荒廃した。その後、しばらく歴史上から姿を消すが、19世紀末に、ロシアの研究者、ニコライ・アドリンツェフが遺跡を発見し、最初の発掘調査は1933年から1934年まで、ソビエト連邦とモンゴル人民共和国が合同で行うも、 調査隊長のドミトリー・ブキニッチが、宮殿の存在に会議的な結果となったが、1948年から1949年にかけて、ソ連の考古学者、セルゲイ・キセリョフらがモンゴルと合同で行った、本格的な調査では、宮殿の存在が結論され、同年にキセリョフはその業績から、スターリン賞を受賞して1953年には、ソ連科学アカデミー会員となった。 その後は1976年から1985年まで、モンゴル科学アカデミー歴史研究所が調査を行い、モンゴルの民主化後は1995年からは、日本や1999年からはドイツなど、海外の先進国がモンゴルとの共同調査を行っている。現在、カラコルム遺跡は、世界遺産に登録されたオルホン渓谷の文化的景観の構成資産となっている。 原堀は温泉保養地として知られ、朝青流の父の故郷でもあり、彼の親族が経営するリゾート施設、ドリームランドがある。ありがとうございます。